空の怪物アグイさん、ありがとうございます。500円。音楽好きの友人が歌詞のサウンドテクスチャーを読むような音楽仲間を作りたいと思い、紀ノ国屋書店の音楽本の棚の近くで立ち読みをしながら待ち伏せして、同書をレジに持って行った男に会計後話しかけて親友になったそうです。やばすごいですね。なんで友達になりたいと思ったんでしょうね。すごいです。しかもその待ち伏せしてる間に買ってくれる人いてよかったですね。なんか誰も買わなかったらめちゃくちゃ悲しいですよね。なんかたまにありますよね、アルバム発売時に椎名林檎が本人がタワレコにいて、CD 買った人の後ろにファッて来て、でファンが泣くみたいなね、ありますけど、一瞬これ話しかけられた人本人と思ったでしょうね。なんか、あ、もしかして著者のっていうなったら、いや違います、私もファンですみたいな感じで。びっくりしたでしょうね。でもなんかこういう、まあ僕の本みたいにこう大売れしてる本じゃないですから、こう大流行りしてるような本じゃない本を買う人っていうのはもしかしたら気が合う可能性が高いんでしょうね。椎名林檎の話はなんか数週間前になんかニュースになってたんで、それを思い出したんですけど、なんかあるあるですよね。サカナクションの山口一郎さんとかもやってましたよね。CD ショップでなんか自分の新譜を視聴してる人に話しかけるみたいな。まあでも、まあ一応著者としてはあるあるかもしれないですね。本を書いて出版して本屋に並んだことがある人なら、一度は誰が買うかチェックして買った人に話しかけようかなみたいな、思ったことあるでしょうね。僕もあるし、実行したことこそないですけど、で僕の本なんかこう5分ぐらい見てたらボンボン売れていくわけじゃないんで、多分何時間か粘らないと買う人いないからちょっとしんどいなと思ってやらないですけど、結構売れてる人だったらね、なんか30分ぐらいこう見てたら何人か多分買うから、それでね話しかけるみたいなのは、まあであわよくばちょっとなんかね、ちょっと下心ありでナンパじゃないですけどね、なんかそういうパターンも多分あるんでしょうね。あるあるでしょうね。でそれをお客さん同士がやるんかいみたいなのは、そういうパターンもあるんだっていうのは面白いですね。